北海道札幌市はラジオネーム世界の始まり参加いただきました、うん、坪倉以外の皆さんこんにちは。こんにちは。何も言いません、よく音楽番組やライブなどで歌手の皆さんがしているイヤモニというものはどんな感じで歌手の皆さんは聞こえているんですか。俺それ気になってた。あ、両耳にあるもんな、ビタッとしたやつ。あんまり笑いライブじゃないよね、うん、ないですね。そういうのね、笑いライブでイヤモニしてて笑っちゃう。聞こえないってこと。音楽が使い方にもよりますかね。あんまり大きい会場だと反響で結構音ずれとかしちゃうので、うんうん、あ、そうなんだ、はい、あるし、あとは単純に競馬を聞いてんの。競馬単純に競馬を聞いてんの。させさせさせ、私のだけ別の聞こえるんですけど。自分の声とかってこと。ダイレクトに自分の声を聞きやすかったりとか。ああ、そうか。ちっちゃい会場だとそんなにやんない。いや。で、基本的には自分の声なんて自分が喋ってたり、自分が歌ってたりしても聞こえないもんなの。そういうライブ会場になると。ありますよね。そうですね。聞こえなくなる。聞こえなくなる。でも大きいとかだとずれていくらしいね。そうなんですよ。真ん中に行けば行くほど、ね、自分が歌ってるのと、後からこう遅れてこうオケが聞こえたりとか、うん、なるほどなるほど、オケがな、はい、でもマイケル・ジャクソンはさ、あの This is it 見た時に、はい、このイヤモニが嫌だっつって、うん、自分の耳で聞くので育ってきたから、別に怒ってるわけじゃないよ、愛、愛なんだっつってて、あ、言ってた、拳を突っ込まれてるみたいだって言ってたよ。あ、でもそういう人もいますね。あんなの人の方がもっとでかいところでやるわけでしょ。もうだってマイケル・ジャクソンなんて、なんでマイケル・ジャクソンと比べてんの。いやでもその人はその耳のあれなのかな。久々にコンサートやるからその発達したのを知らんかったな。本当に慣れてないとすごい多分やりづらい。あ、やりづらいんだ。あ、ちなみにさやねえがつけてるそのイヤモニっていうのは、自分の専用のやつですか。そうです。あ、で僕もそれも自分専用の持ってるんですけど、まあ、いいや、何ポンド、何ポンド。ないよ、そんな話終わってんだよ。あの耳の中にこう、うん、こう粘土みたいなものをこうギューって入れて耳の肩を取るんですよ。そうなの。そうです、そうです。取りました、取りました。そうです、すげえ。それに合わせて作ってもらうんで、もう自分、あ、ビタッと、もう絶対落ちひんやもんな。なんか落ちないし。へぇ、じゃあもう誰かのやつはもうつけらんないんだ。つけないですね。落ちちゃいます。それ欲しい。いくらぐらい。楽屋で DS やるときにさ。いや、でも、本当に遮断されますよ、ほとんど。他の。うわ、ええな。あ、そう。何や。だから普段使、いや、あの、グレードが結構あるんで。20万ぐらい作れるか。そんなにでもしないよ。すげえな。グレードがあるの。グレードが。どれぐらいのグレードなんそれっていうのは。一番安いのと一番高いのの。なんかでもその、作って自分の耳の肩取って割とそこまで遮断しないように普段使いもできるようなのもあれば、ステージに使う人みたいな向けのもあって。普段使ってないの。普段はそれは使ってないです。完全に遮断やから。はい、1個だけ。いや、はい、貸して。いやいや、合わないですよ。一回付けさせて。絶対合わない。一回付けさせて。いやいや、耳がついてきたらどうするんやろ。絶対カスみたいについてくる。カスは服から付けさせて。嫌です。一回体験させて。入らないですもん。な、我慢するからね。しつこ、しつこ、なんでですか。そうなんねんな。確かに。これね、プロの世界ですね、それね。知らんかったね。俺なんか歌詞忘れた時に、なんとかですよって言ってた。プロモみたいなことやね。それええな、ネタ忘れた時にな。いや、ほんとそうですよ。覚えるやから。昨日もドラマで俺目の前でカメラの下にカンペ貼ってもらいました。ドラマで覚えろよ。情けないな、それ。もうしょうがなかったよな、そこはな。はい。へえ、すごい面白いね。すごいですね、プロの世界ですよね、それって。はい。